レオフェレは、フランス出身の音楽家。ボードレール、ベルレーヌ、ランボー、アポリネールらの詩に作曲した功績が知られる。また、自身が作詞、作曲した代表曲として、パリカナイユがある。1916年、モナコで生まれる。子供の頃は、モナコの隣国イタリアで教育を受けた。リセド・モナコで学び哲学系バカロレアを通過した。1935年、 法律等を学ぶためパリに移り、シアンスポで行政学を専攻した。同級生にフランソワ・ミッテランがいた。1939年、モナコへ戻り作曲法を学んだ。1943年、最初の妻オデットと結婚。第二次世界大戦終結後、エディット・ピアフの勧めで自作曲を歌い始めたが、シュルレアリスムから影響を受けて成立した彼の、 個性的な歌詞は聴衆に受けなかった。1947年、生活費を稼ぐため音楽出版社、レチャンとジュモンド社と契約。この音楽出版社はレコード会社も運営していたが、同社と契約した1947年から1953年までの間にアルバムを1枚も作ることなく、契約は終了。1950年、オデットと離婚。1952年に、 マドレーヌと結婚した。1953年4月、オディオンレコードに所属し、スタジオで録音を開始した。同年4月、アポリネールの死に曲をつけたミラボー卿を発表。この曲は、後に彼の代表曲の一つとなったほか、彼がシャンソン・リテレールの巨匠と呼ばれるきっかけともなった。同年、自身が作詞作曲したパリカナユが、 カトリーヌ・ソバージュの歌唱によりヒット。そのヒットにあやかり、1955年にはこの曲を主題歌にした映画が制作され、レオ・フェレの名が知れ渡るようになった。同年10月、前の契約先であったレ・チャント・ジュモンド社が契約満了条件を達成していないことを理由に、フェレに対してアルバムの制作を要求。 1953年10月27日と10月31日、11月17日にレコーディングを行い、シャンソンズでレオ・ファラオ、レ・チャント・ジュモンド社から発表した。1957年、ボードレールの詩に曲をつけた楽曲を収録したアルバム、レフルール・ジュマルオをオデオンレコードから発表。1958年、オデオンレコードとの契約が終了。 その後しばらくレコード会社と契約することはなかったが、映画、ドゥーズール・ディ・オーロジの音楽を担当するなど、音楽活動を積極的に行った。1960年、当時、ダリラやアンリ・サルバドール、シャルル・アズナブールらが所属し、フランス国内で急成長を遂げていた、レコード会社、バークレイ・レコードと契約。アナ・ーキストを辞任していたフェレは、1968年に、 起こったパリ5月革命に触発され、アルバム LETA68 を発表。犬などの反体制的な曲を作詞作曲し、5月革命に参加していた青年たちから圧倒的な支持を受けた。バークレーレコード遺跡後7枚目のアルバムセットシャンソンを発表した際、エディット・ピアフに捧げたアユーヌ・シャントゥーズ・モルテという曲も収録されるはずだったが、 当時、ミレーユーマチューをバークレーから、ピアフの再来として売り出していたジョニー・スタークを皮肉る一説があったためか、バークレーレコード側の一方的な判断により、別の曲に差し替えられて発売された。フェレ側はこれを不当として提訴した事件もあったが、バークレーレコードとの契約は、その後も1974年まで続いた。 1976年秋から1977年、1979年にかけて来国立交響楽団と共演したアルバムを複数枚発表。1982年にはベートーベンのエグモント助曲に歌詞をつけた。1987年にはフランス、ドイツ、オーストリア、イタリア、ベルギー、カナダ、日本でコンサートを行うツアーを開始した。 1991年、アルチュール・ランボーの没後100周年を記念して、アルバム、ユヌゼゾン・ EN ・アンフェアを発表。1993年のパリ祭りに没した。FR、ディスクオグラフィーでレオ・ファラを参照。ありがとうございます。